はい、じゃあね、カウンセリング始めましょうかね。はい、今日も福山さんがね、ノートにすごく書いてきてくれたんで、はい、まあ、これドクオットさんのね、ことを書いてるんで、もうこういうふうにこう記録できるようになったことっていうのはね、はい、これも音声教材でもあるんでね、福山さんのためのね、非常にこうよくできるようになってるっていうことはちゃんと分かっておいてくださいね。はい、で、まあ、もちろんね、これ日付が、まあ、12月21日から24日ってなってるんですけど、はい、まあ、まあ主婦ですしね、お仕事もしてますから、書けない日もあっていいでしょう。ただここまで書けるんだったら、せめて1行でもいいから、この22日と23日の方を書いた方がいいなと思います。これなんでかというとですね、これもしかしたらなんですけど、潜在意識があえて書いてない日なのかもしれないんですよ。本当は22日と23日に、その僕が最近よく言ってる、その福山さんが貝になったその罠ね、これがもう最大のその洗脳の罠なんで、もしか、まあ、というかこれ書いてないということは、もしかしたらそういうことかもしれませんね。21日に書いて24日にも書いてるんですね。で、まあ、不平不満とかがまあ書いてあるんですけど、これ22日と23日の、まあ、一応日付がないということは、もしかしたら12月の22日と23日は、福山さん自身が脳が貝だった可能性があるんですよ、ご主人との関係で。ということは、この貝という、これもう一度説明しますね。洗脳というのは、相手が毒親と毒夫の場合はですね、この恐怖とか嫌なことを言って洗脳をかけるっていうことはあんまりできないんですよ。相手を喜ばして、自分の嘘を隠すであるとか、相手をそのこき使うであるとか、ね、だからその自分がその嫌なことがあった時を書くよりも、ご主人との関係で嫌なことがなかった日の方が、かなり問題です。これからは嫌なことがなかったって思ったんだったらそれでいいんで、嫌な日付書いて、嫌なことは特になかったということを書いてもらえますかね。そしたらこのカウンセリングの時に、この日嫌なことなかったって書いてますけどって、僕と一緒にいると、その会にさせられたことを思い出して、そこから重要なその毒親対策、毒夫対策、特に毒夫対策ですよね、今であれば、それができる可能性があるんで。分かりましたね。大変かもしれないけど、この書いてない日は、嫌なことは特になかった、だったらなかったって書いてください。あったら一行でもいいから書くっていう、これちょっとね、ちょっとレベルアップしましょうね。で、せっかく書いてきてるんで、まあ、テレビを見てて、福山雅治さんが出てたんですね。出る前に、出る前に、出るぞって、出るぞって言ってくれるの、いつも。なんかそんな時があるんですよ。そんな時があるのね。ということは、まあ、まずこの時点、出とるぞとか、まずこの時点で、もう洗脳かけようと思ってるということです。だから福山雅治出てるぞとか出るぞってね、普段福山さんの方向きもしない旦那がですね、そんな福山さんが喜ぶようなことを言ってる時っていうのは、ちゃんと心の中で、あ、なんかあるなっていうことですよね。これ多分スイッチですね。で、まあ、これよく分かりやすい例が書いてますよね。すぐに、まあ、これまず喜ばしといて、そうです、福山雅治さん出るよ、まあ、多分呼び捨てしてたと思うんですね、福山雅治出るぞと言って、そうです、まあ、自分は興味ないわ、ちょっと見るでしょ、まあ、一緒に見るんですよ、ちょっとだけ、
で見といてから、まあ、私がこう、うんまあ、気分良くなるんか、私嬉しいやんか、うん、ほなこうこうこうやってとか言って話するやん、うん、振るとするやんか、うん、ほな興味ない、興味ないっていうんですね。これ何が起きてるかっていうと、あの子供でも分かる言葉を使うと、はい、これ単なる、うん、あのいじめです。そうだよね、わかりますね、うん、これいじめるということは相手にこのセットでね、快とこの不快のセットで、あの相手のを恐怖、相手に恐怖を与えるんですよね。だからこれがまずもうそのなんていうかな、もう自分がもう何もしなくてもいい状態であるとか、うん、特にここ最近だったらこう何かをこう聞かれたくないから、うんうんうん、特にお金のこととか、はい、そういうことを聞かれたくないから、うん、もう自分を嫌って思わせたいんだと思うんですよ。わかりますよね、はい、うん、多分あのこれはちょっと聞かれたらまずいところに福山さんが少し近づいてきてるんで、うんうん、それを阻止するために、うんうん、あのこういうこう快にして喜ばしといて落とす、うん、ということをして自分を嫌がらせるという手段を使った、これも立派な洗脳ですね。多分何十年もこの方法で肝心なことを福山さんがもう旦那さんのことを嫌で、もう話すのもなんか気分が悪くて、あの聞かないようになってしまってたんだと思います。この手口分かりましたね。これよくある手口ですから、これ覚えておくとすぐに対処はできなかったとしても、あ、なるほど、なんかあるんやな、これ先生にこういうことあったから何を隠したいんでしょうかっていうことを聞こうかなっていうふうにできますね、はい、うん、でもちろんその後にあの心の声ね、うん、心で文句言ってることを書いてるんで、うん、これは非常に素晴らしい、うん、うん、素晴らしい、うん、これはいいです。あの怒りを文章にしないと、うん、あの我慢をしてしまって、はい、その怒りの感情っていうのはどこにもなくならないですからね、あのエネルギーが落ちるだけですから、はい、こういうふうにちゃんと意識に上げときましょうね、うんうん、あ、今パッて見たらこれ22日は書いてますね、うんうん、これ22日は書いてるということは21、22は書いてて、これ23だけ書いてないですね。12月23日があのこれ書いてなかったのはなんか、うん、23日ってこれ水曜日なんですけど、はい、なんかすごく忙しかったですか、それともご主人がいなかったとか、うん、なんか記憶ってあります？そうやね、うん、12月23日の水曜日です。特にあの今記憶がなければ、私に無言あの言ってこなかったんだと思うんですよ、ね、あ、その場面って覚えてます？もうあんまり覚えてない？覚えてたらそこを聞くんですけど、覚えてなかったらどうせまたこういう機会あるんで、うん、正直どっちですかね、あんまり覚えてない、あんまりね、うん、ない、覚えてないよな。そしたらね、あの一応言っときますけど、多分12月23日の記憶が、うん、あの薄れてるということは、うん、多分あの12月22日から今日の25日までで、多分この23日にあの一番洗脳にかかった可能性が高いっていうことだけ伝えておきますね、はあ、うん、あの記憶が薄れてるっていうのがあのそれの証拠ということですよね、うんうんうん、だってあの23日なんて、うん、一昨日ですからね一昨日のそのシーン、うん、分かりますよね、うんうん、ご主人とのシーンをその僕に説明する、まあ、ちょっと細かいことがちょっと薄れてるっていうことは、何かここでされてる可能性が非常に高いです、うんうん、まあそれはあの別に無理して今思い出さなくていいんで、うん、あ、なるほどなと、自分の記憶が薄れてるっていうところから、以前よくやってた今でもやるその記憶の書き換えっていうことをやってしまうかもしれないなっていうことですね。記憶がある、記憶が薄れる、記憶を書き換えるという、うん、この順番っていうことですね、うんうんうん、わかりますね、うん、こういうふうに日にちを書いててくれてると、うん、次からね、お
ちょっと書いてない日ってちょっとなんかやばいんじゃないかなっていうのが意識で分かりますから、うん、これあの非常にあの毒夫の観察記録とそれと自分の心の怒りというものを記録するのにはあの非常に素晴らしいですよ、はい、うん、それとですね、あの一つちょっと録音する前に、あの優しいふりっていうことを以前僕がちょっとあのできたらいいですねっていうことを言ってたのを、はい、あの少しちょっと話聞いてると、うん、ちょっとあの意味を誤解してしまってるようなんで、うん、これってまあもちろんいずれは、うん、あの毒夫に洗脳されないためには、うん、あの毒夫の嘘を毒夫が分かるように暴いていってはいけないんですよ、はあ、嘘の手口洗脳の手口が複雑になってくるんで、はあ、分かりますよね。で福山さんってここ最近ちょっと聞いてるとですね、はい、あの自分からその嘘を暴いた時に、はい、それを武器として旦那さんを攻撃するというところがちょっと出てるようなんで、はい、あの暴いたことを使ってしまうと、うん、こっちの手の内がバレてしまいますから、うん、これちょっとダメですよ、うん、わかりますね。だから僕から教えてもらったこと、うん、それと自分で気づいたこと、うん、それはまあ洗脳の手口ですよね、うん、それをバラしちゃダメですよ、わ、うん、かりますね。これ覚えといてね、はい、うん、それとは別にこの不利ということね、はい、このバラさない状態の中で不利ということができるんですね、うん、これバラしてしまうと、はい、この不利をもう名女優のようにならないとダメなんですよ、うんうんうん、こっちはもう相手はもう奥さんにバレちゃったって思ってるわけだから、はい、もっと複雑なあの、うん、嘘洗脳手段、はい、不快、うんうん、恐怖、うんうん、というものを使ってきますから、ね、まあ、例えばまあその手の内がバレないようにできるようになったとしましょう、うんうん、でいずれ、まあまあ、騙されてるふり、これ優しい言葉のふりをする前に騙されてるふりというものが必要です、うん、まず騙されてるふりの方が大事です、うんうん、そしてこの優しい言葉ってあのね、うん、あのそもそもそんなにあの会話もなくね、うん、そんなに、まあ、あの仲良しでもなかったごく、まあ、うん、旗から見たら普通っぽいね、うん、夫婦だったのに、これいきなりこの優しいことを、うん、あの言うっていうのはあの多分ちょっとねあの、うん、理想の優しい言葉をちょっと使ってるみたいなんで、うん、もうありがとうでも十分ですよ、うん、今までだったら何してもらってもありがとうもちょっとなんかムカついた顔で言ってたのが、うん、もしくは言わなかったのが、ありがとうって言うだけでもう十分ですよ、うんうんうん、あのこれ以上の優しい言葉なんか使うと、はい、向こうが、はい、あのスイッチ入っちゃいますよ、また洗脳スイッチ、洗脳をかけるスイッチ、うん、だからこれちょっと気をつけてね、はい、うん、あの福山さんが思ってる理想の優しい言葉なんか、うん、毒夫と毒親にかけたらダメですよ、はい、相手にあの洗脳をかけるスイッチを入れさせてしまうことになるんで、わ、うん、かりますね、うんうん、だから、ちょうどね、はい、15分経ちましたんで、前半はこの一つの、はい、記録からね、はい、まあ、この一つ記録を書いて、まあ、二つですよね、はい、正確にはね、うん、もう一個ついでに言っておきましょうね、うん、22日、はい、まあ、ご主人がね、はい、あの会社をね、はい、の部門をまあ販売するっていうことを、はい、まあ、最近福山さんにも、言ってますけど、はい、それをまあ娘さんがね、うん、あのお正月かな、うん、お婿さんと一緒に帰ってきた時に、うん、あの話しようかなってなんか言ってるみたいなんですけど、話しようかなというかね、うん、あのほらもう亡くなるから、うん、あの前来た時に、うん、お婿さんがそういうの見たいっていうのを聞いとったから、もう今見せとかんとまでに、うん、まあ、ほんなちょっといっぺん、うん、あの連れて行ったろかって言うとって、うん、この
事情を説明するかどうかは分からない、うん、この、 あの見せるっていうのはその仕事場をですね。そうです、仕事場を、うん、まあ、あの、まあ、ここは淡路島ですから田舎だから、うん、あの農業とか酪農とか、はい、うん、あのそういうものをあの事業としてしている人が多いわけですよね、はい、うん、でそこを見せるという話はですね、うん、これ旦那さんが唐突に言ってきたんですか、それとも福山さんが何かを聞いたんですか、うん、いい、聞きません、もうご主人から正月来るよっていうだけ伝えて、私は娘らがね、うん、ほんならそれを言い出したんですよ、うん、あ、なるほどなるほど、うんうん、まあ特別に、まあ、もちろんお正月帰ってくるんですから、うん、その帰ってくるよっていうのは家族ですから言うのは当たり前、うん、だからそれは問題ないです、はい、でもだから全然間違ってない、はい、で向こうがそれ言ってきたっていうことは、うん、まあ、僕からするとやっぱりもうこれで仕事をもう娘たちまで巻き込んで、うん、もういよいよもう仕事はしないということを福山さんに洗脳をかけようとしてるんだなっていうふうに思います。わかりますね、うんうん、福山さんは娘さんに以前大きなこと言ってんのに、まあ恥ずかしいわとかどうするんやって思ってるみたいですけど、うん、ご主人が考えていることはそんなことはどうでもよくって、うん、福山さんがもう仕事をしないということを諦めてくれるということを多分狙ってるんだろうなって僕は思います、うん、はい、ここまではわかりましたね、はい、うん、ただこれちょうどいいのが書いてあったんで、はい、まあ、前半ここで終わっておきましょうね、はい、はいはい、ありがとうございます。